こんにちは。今日はですね、ママと赤ちゃんのね、記念撮影とヨガのイベントについてのお話をしたいと思います。よくね、赤ちゃんの写真ばっか撮ってね、ママが、お母さんがね、一緒に写ることが実はあんまり少ない、という話とかね、あと外でのね、撮影というのが実はあんまりないということでね、外でのね、撮影をね、今、計画してます。ヨガをやって、その後外に出てね、記念撮影という形でね、イベントをしてるんですね。で、あと、よく聞くのが、ご兄弟がね、いらっしゃるお母さんから、ママからね、下の子の写真がやっぱりちょっと少ない、ということでですね、上の子が幼稚園とかに行ってる間に、こういうとこ来てね、ヨガやって、記念撮影というね、ことをよく聞きますね。すごいいい企画だって。で、カメラマンさんの方とお話ししててもね、撮影っていうのがやっぱりどうしてもその子供のためという意味がちょっと少し強いということでね、なんかそのお母さん、ママのためのね、ものとあるといいななんて思ってたんでね、ちょうど私がヨガの話をしたらね、いいってことでね、承諾していただいたんですが、そんな形でね、お母さんも、ママもね、そしてお子様もね、笑顔になる。そんな瞬間になると思います。ぜひね、興味あればね、ちょっと詳しい動画とかも案内文とかもあるんでね、よかったら見てみてください。それではね、記念撮影についてのお話を終わります。どうもありがとうございます。